ハイプレボルドマイ求人です。巨人、昨年ドラフト1位2位コンビが無双中、一体いつ1軍にということでございまして、はい、今回は巨人のですね、昨年のドラフト1位2位コンビ、浅野選手と萩尾選手、まあ今現在2人ともね、2軍戦で出ているわけでございますが、まあどちらもね、非常に好調、まあいつね、1軍に上がってもいいというところでございますが、まあ今現在はね、なかなか呼ばれていない状況がついている。まあ外野手もね、そこまで多くはないんで、まあ、タイミングが合えば上がってくる可能性もあるんじゃないかなというところでございますが、まあ今回は彼らの好調ぶりをお話して、まあ後半はね、いつ頃ね、上がってきそうなのかというところも含め見ていきたいと思います。まずは浅野選手の状態から見ていきましょう。はい、では見ていきます。浅野翔吾選手、プロ2年目、出身地は香川、2004年11月24日まで18歳、 171cm86kg、 ポジションは外野、右投げ右打ち。2022年ドラフト1位指名の選手、今季年俸が1230万円、プロ1年目となる昨年は2軍スタートとなり、春先こそ苦しんでおりましたが、徐々に状態を上げていき、7月に1軍に初昇格。そこでは結果を残せず3打席で2軍押しとなりますが、2軍で好調入りすると8月に再び1軍に昇格し、プロ初登板を放つなど少ない打席数も順調な活躍を見せておりました。しかしオフに腰を痛めた影響で今季はリハビリ班スタート、そして2月後半に復帰を果たすと、オープン戦終盤に1軍に呼ばれ、開幕1軍となっておりましたが、不振で2軍押しとなっておりました。はい、この浅野選手、まあ昨年ねドラフト1で入ってきていた選手でございまして、1軍ではですね、24試合2割5分40打数の10安打1ホーマー、オープス 0.618 と、まあしっかりですね、好成績をマークで、さらに2軍戦でも77試合で2割6分2厘237打数で62安打7ホーマー、オープス 0.740 と、まあ2軍戦でもね、同期の中では一番打っていたというところもありましたし、さすがドラフト1位、強豪で入ってきただけあるなというところでございました。で、そして2年目の今シーズンはですね、怪我で出遅れておりましたが、オープン戦終盤に上がってきて4試合1割4分3厘7打数の1アンダー、オービス 0.686 と、こう抜群にね、活躍していたわけではなかったんですが、最後滑り込みで開幕1軍。まあただですね、1軍では3試合で0割0分0厘9打数のヒットでオービス 0.000 と、開幕して何試合かね、出させてもらっていたんですが、ヒットが出ず2軍降格となってしまいました。で、2軍降格をですね、見ていきますと、2軍戦では74試合で61アンダー8ホーマー、オーペース 0.727 と、まあ、去年同様ですね、序盤はかなり苦しんでいた浅野選手でございますが、みるみる状態っていうのを上げていきまして、もうホームランは8本、オーペースもね 0.7 を超えてきておりまして、まあ、打点っていうことを考えるとね、昨シーズンより決出度っていうのは上、まあ、順調な成長を見せております。で、さらにですね、8月に関してはここまで打率が4割6分2厘、オペスが 1.154 と、もうとんでもないね、数字っていうのを残しております。絶好調も絶好調。先日の試合では、7回裏にツーランを打って、お立ち合いにも立っていたほどでございます。やはり去年もね、夏場にかけてどんどん状態を上げていったっていうところもありましたから、まあかなりね、仕上がっているんじゃないかなというところでございます。まあどのくらいね、1軍でやれるかっていうのはわかんないんですが、まあいつ呼ばれてもおかしくないぐらいの、ほかほかな状態というところになっております。で、そしてもう一人ですね、萩尾選手も見ていきましょう。はい、続いて萩尾雅也選手、プロ2年目、出身地は熊本、2000年12月28日まで23歳、 180cm85kg、 ポジションは外野、右投げ右打ち。2022年ドラフト2位指名の選手、今季の年俸は1200万円、慶応義塾大では4年春に本塁打打点の2冠王に輝き、4年秋には春を超える打率本塁打打点の3冠王と鳴り物入りでプロ入り。1年目の昨年は春キャンプ1軍スタートを使いましたが、実戦で結果を残せず降格すると5月に1軍初昇格となっておりましたが、すぐ抹消され、主に2軍での使用がメインに。そして2年目の今シーズンはオープン戦でアピールし、開幕1軍をつかむと春先に結果を出しておりましたが、状態が落ちて2軍調整となっていたということでございます。はい、この萩尾選手、まあ、去年はですね、1軍で10試合で令和6分3厘16打数1安打オービス 0.125 と、6大学3冠王で入ってきておりましたが、なかなかね、即戦力っていうわけにはいかず、まあそれでも2軍戦ではですね、101試合で2割8分3厘307打数で87安打7ホーマーオービス 0.781、 しっかりとね、2軍戦では好成績をマーク。で、台湾のね、ウィンターリーグでも結果を出しておりまして、期待されていた2年目の今季で、オープン戦でもね、14試合で2割8分25打数の7安打1ホーマーオービス 0.761 と、オープン戦で結果を残して開幕1軍で、1軍ではですね、51試合で2割1分1厘142打数で30安打2ホーマーオービス 0.604 と、まあ開幕からね、積極的に使われておりまして、結果も出しておりましたが、どんどん状態も下がっていって一度2軍落ち、そこからね、また上がった時もあったんですが、結果を残せず今現在も2軍で調整中。まあただですね、その2軍に落ちてからがかなりですね、状態が良く
よく。今現在ですね、27試合で、打率が2割8分8厘、8打数23打6ホーマー、OPS 0.968 と、もうね、OPS は 0.9 台後半、ずっとね、いい状態をキープできております。でね、8月の成績も、打率は2割6分1厘でございますが、OPS は 0.892 と、まあ、そこまでね、打率は高くないんですが、長打っていうのがたくさん出ておりまして、高いね、OPS を記録。まあ、昨日の試合でもね、浅尾選手と一緒にホームランも打っておりましたから、まあ、彼もいつ、1軍に上がってもいいという状態なのかなというふうに思います。はい。というわけで、まあ、去年のね、ドラフト1、2が、共に状態がいいというところでございましたが、まあ、ではですね、1軍には上がれそうなのかどうなのかというところ、今現在の1軍の野手の編成というところも確認していきましょう。はい。では、巨人の1軍の野手の編成ですね。見ていきましょう。まずですね、キャッチャーは今4人の編成になっているんですね。大城、岸田、小林、北。この4人編成。で、内野が坂本、岡本、門脇、吉川、伊豆口、モンデス、増田大輝。そしてまあ中山選手がいたんですが、まあ今日ちょっとね、やらかしてしまって、試合終了後にね、入れ替えが発表されておりまして、まあどうやら湯浅選手が上がってくるみたいでございます。で、外野はマルヘルナンデス長のオコエ、立岡という面でございます。で、まあポイントとしてはですね、前日ね、若林選手を落として、まあ、そこを削って、誰を上げてくるんだっていうところでありましたが、まあ、北を昇格。まあ、これで捕手4人体制。まあ、お城がファーストを守るっていうところで、もう一人欲しいなっていうところであったんでしょうが、これ結構びっくりではありましたよね。で、さらに中山と湯浅のね、入れ替えっていうのも先ほど言った通り明言されておりまして、これちょっとね、昇格降格が多くなっております。まあ、ただ外野に関してはですね、現在、岡本選手がレフトにつく関係で、やや人数的には少なくなっているのが現状。まあ、丸ヘルナンデス、この2人は固定。で、レフトはね、いろんな選手が試されていたんですが、まあ、モンテスの加入、坂本選手がね復調してきたっていうところもあってレフト岡本がね増えてきております。まあそれもあって外野はね5人と少ないんですが、まあそれで回していけるだろうというところなのかなというふうに思います。まあなんで今現在ね1軍の野手はこういう感じになっておりますが、まあただやっぱ外野も少ないっていうところはありますし、まあ浅野萩尾連戦終わりですよね。まあこのあたりでどちらかね昇格してきてもいいんじゃないかなっていうところはありますし、まあちょっとね今リリーフ多めに上げているっていうところはありますが、まあとりあえず連戦終わればねその辺もいろいろ整理できてくるかなというふうに思いますし、まあ、キャッチャー含めね内外のバランスっていうところもいろいろ考えてくるポイントかなというふうに思います。そういうところを考えればね、まあ、2人とも一気に上げてくるっていうのは難しいと思いますが、まあ、どっちかはね上がってきてもおかしくはないんじゃないかなというところでございますし、まあ、もしかしたら、まあ、連戦の前の大事な阪神戦に合わせて昇格という可能性も、まあ、ないわけではないですし、まあ、話によると14日は左の及川が来るというところもありますので、そういうところにね当てていっても面白いかなというふうに思いますが、まあ、果たしてね今状態のいいドラフト1位2位コンビ、まあ、このプロスペクトの今後っていうところ、まあ、いつ上がってくるのか、まあ、このままの状態が続くのかどうかっていうところも含めてですね、まあ、ちょっと2軍戦からもね目が離せないところかなというふうに思います。はい、というわけで今日は以上ですね。最後ネットでの反応を見ておりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。浅野と萩尾は早く1軍で見たいよ。岡本も1塁に固定できるし、北じゃなくて大城の星を増やしたらいいということで、はい、まあやっぱね浅野、萩尾、まあ、早く1軍で見たいよっていう声が非常に多いですし、まあ今日の公示でもしかしたら上がってくるんじゃないかというところも言われておりました。まあただ、結果的に上がってきたのは北選手でキャッチャー4人体制というところでございまして、まあこれはどうなのっていうところはありますよね。まあ確かにね、大城選手、ファーストとして考えれば、その辺キャッチャーもう一人いた方がいいのかなというところもありますが、まあとはいえですね、やはり小林選手がほとんどね、出ていないっていう状況もありますし、で、大城選手もね、東郷選手とバッテリーを組んだりしておりますし、もうちょっとね、その辺の配分っていうのを変えることもできるんじゃないかなというふうに思います。まあ大城選手がキャッチャーに来れば岡本選手もね一塁っていうところもできますし、まあその空いたレフトに浅野か萩尾、まああとはオコエとかもねいますが、まあその辺で競争させてもやっぱ面白いんじゃないかなというところは言えますし、まあいろんなねベンチワーク含めもうちょっとやりようはねもしかしたらあるんじゃないかなというところはあります。まあただね優勝争いしている中であるんで、こう冒険っていうのはねしにくいというところもあるとは思いますが、まあでもねここまで状態が上がってきているプロスペクト2人をね今使わないといつ使うんだというところもありますから、まあ先ほども言いましたが連戦明け以降ね、まあちょっと使ってみてもいいんじゃないかなというところでございますが、で一方こちら見ていきましょう。浅野萩尾が目立っているのはいいんだが、秋色中山が厳しいのは悲しい、頑張ってほしいよ本当ということで、はい、そうですね、やはりね浅野選手、萩尾選手、彼らが非常に頑張っているっていうところで、一方高卒4年目で期待されていた秋色中山、まあこの2人がねちょっと壁に当たっているのかなというところでございます。まあ秋色選手もですね決して状態が悪いわけではなく、ホームランこそ少ないんですがそれなりに
状態は上がってきておりますし、オーピスもね、2軍で 0.7 は超えている。で、中山選手も2軍ではね、しっかりと無双できるようになってきておりますし、1軍にも上がっておりましたが、まあ、ただ先ほども言った通り、ちょっとね、今日の試合スタメンで使ってもらっていて、打撃でも守備でもいいところがなかったんで、早々に2軍落ち。まあ、ちょっとこの辺のね、プロスペクトというふうに言われていた選手たちが、なかなか壁に当たっているというところはありますんで、まあ、期待されていただけにね、この辺は残念なところかなというふうに思います。まあ、とはいえですね、どちらもまだ高卒4年目。大学生で言うとね、4年生の代ではあるんですよね。まあそういう選手たちが一軍で出れていたっていうところだけで結構リードはしておりましたんで、十分プロスペクトではあるんですが、まあただゴンとね、今現在壁に当たっているっていうところはありますし、この難しさっていうのはね、我々ファンも、首脳陣も、まあ、本人たちも当然ね、思っているところかなというふうに思います。まあただね、その壁を乗り越えて、しっかりとね、一軍の戦力になれるだけのポテンシャルはあるとは思っておりますんで、まあ佐野や萩尾、彼らが目立っている一方で、この秋色中山のね、奮起っていうところも、まあ今後期待したいポイントかなというふうに思いますが、はい。というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット。ありがとうございました。